211系電車は1985年に登場した直流近郊系電車である。当初は日本国有鉄道が国鉄分割民営化後は東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道により設計、製造された。直流近郊系電車は1962年から20年以上に わたって111.113系と115系が製造されてきた。本系列はこれらに代わるフルモデルチェンジ車であり、軽量ステンレス製車体や構造の簡便なボルスタレス台車、電気子直波制御よりも簡便かつ安価に、回生ブレーキが使用可能で抵抗制御を基本とした境、自転カレージ制御、応答性の高い電気指令式ブレーキや、 簡易的なモニタ装置など、省エネルギーや保守否低減に配した新機軸が各所に採用されている。これらは通勤系電車の205系で先に採用されたものであるが、本来は近郊系電車用のシステムとして開発されていたものである。1ユニットあたりの立候性能の向上により、電動車比率を下げ、2M3T 編成で25パーミル区間までの、 購買でも通常の使用ができる設計とし、申請コストと運用コストの低減を狙った設計とした。これにより 2M3T 編成でも1 1 3系、1 1 5系の 2M2T 編成と同等以上の走行性能を持つ。車体は片側3箇所に両開きの扉を設けた国鉄近郊系電車の基本的構成であるが、両端のガーデン入り口の位置を若干車単に寄せた。 配置としている。外半間の車体幅は、従来の 2900mm から初めて 2950mm まで拡大され、裾絞りが大きくなっている。また、団地、平坦専用の113系と、幹地、勾配専用の115系を統合し、細部の仕様変更を行うことで両系列の取り替えに対応している。また座席は従来と同様のセミクロスシートのほか 長距離通勤客の増加に伴う混雑に対応するため、オールロングシートの車両も製造された。クロスシートロングシートともバケットタイプとし、クロスシートはシートピッチ 1490mm のままで、スペースと通路幅を広げ、ロングシートは一人分の幅を広げた。また、セミクロスシート車も混雑緩和のため、415系700番台同様、 車端部をロングシートとした。国鉄時代は付属編成のみがオールロングシート車とされたが、国鉄分割民営化後のゾービー車はすべてロングシート車が基本となっている。さらに、車体の構造と台車は同時期に製造された4 1 5系1 5 0 0番台にも採用され、民営化後も車体や制御システムの設計を流用した車両が登場している。 本系列の MM ユニット車の主伝動機は MT61 型という713系向けに開発されたものを使用している。低格出力こそ従来多用されてきた MT54 型と同じだが、低回転域のトルクを381系向けの MT58 より強化した上、従来の近郊系電車よりも大きめの歯車比を採用し、低格速度を113系。 1 1 5系より、時速 6.5km 低い時速 46.0km としたため、逆にユニットあたりの引っ張り力は 6690kg フォースから 7580kg フォースへと1割強大きくなった。一方で、許容回転数を上げて、最弱目回転率を35%まで取り、高速性能を確保した。2M3T 編成においても1 1 3系 115系の 2M 2 T 編成を上回る走行性能を発揮できるのはこれらによるものである。1M 方式車の主電動機は MT64 型で定格端子電圧が MT61 系の2倍の 750V、定格電流が半分の 180A とされているが、速度特性は極力 MT61 型に揃えられている。 このシステムは後に213系用として初採用されたが、本来は本系列の横須賀総武快速線への投入を構想した際、MT 比に3では不足する走行性能と電動車を増やすコストをバランスさせるために開発されていたもので、当初から MM ユニット方式との混用が想定されていた。主制御機は205系の CS57 型に、 そもそも速ブレーキの機能を追加した CS57A 型である。そもそも速ブレーキは時速 40km 以上で作動する。電気ブレーキは点火レイ装置を用いて回生ブレーキを行う。高速域では高い自電流を弱く、主回路電流を強くし、速度の低下とともに、高い自電流を強めながら主回路電流を減ずるよう制御することで、 一定の回線ブレーキ力が確保される。時速 78km 以上からブレーキをかける時は電動機は並列つなぎで、それ以下からの場合は直列つなぎで回線ブレーキを開始する。並列つなぎで開始した場合は時速 60km 前後で直列つなぎに切り替えるが切り替えの際に端子電圧を急に半減することはできないため抵抗を挿入しながら 回路を切り替え、その後抵抗が抜かれる。低速では境自電流を強めても、回生電圧が河川電圧を下回るため、時速3 0トル前後で回生ブレーキが失効する。順番は過去からの慣例に準ずる。本形式は国鉄時代から国鉄分割民営化後にかけて製造されているため、それらを分けて記述する。なお、 国鉄時代に製造された形式の中には民営化後に製造された形式もある。また、車両の向きは東海道本線基準で東京駅方を奇数向き、神戸駅方を偶数向きである。国鉄時代には首都圏地区に250両、名古屋地区に8両、計258両が製造された。前車は JR 東日本に 後者は JR 東海に引き継がれた。国鉄分割民営化後には JR 東日本で325両、JR 東海で242両、JR 西日本で2両、計569両が製造された。国鉄時代と合わせた総計では827両が製造された。その後、 二千四年度以降に JR 東日本では百十三系二階建てグリーン車三十四両が本系列に編入され、大体に同数の左派百十一系三十四両が廃車となっている。JR 東日本製造分においては、九百八十九年三月に二百五系五百八両、本系列百四十五両、百十三系組み込み用二階建てグリーン車十五両、 総計668両の製造を川崎重工業が受注した。これは当時の国内商談としては最大規模となる受注であった。実際、JR 東日本製造分では1989年3月以降、2000番台15両を除いて全車両が川崎重工業製となっている。 モハは210の3007の電動発電機モハは210の3007の電動空気圧縮機211系の基本形式。団地向け使用者で0番台はセミクロスシート、2000番台は制御車のトイレ対抗部を除きロングシートとなっている。東京地区には0.2000番台が名古屋地区には0番台が投入された。東京地区用 国鉄時代は、東海道線東京口用のグリーン車に両組み込みの、0番台10両編成6本60両と2000番台5両、編成5本25両の、計85両が製造され、田町電車区に配置された。1986年3月3日のダイヤ改正から営業運転を開始した。グリーン車は、従来1両に、トイレ、洗面所と、 専務車消失を装備することが通例であったが、本系列では、トイレと洗面所のみ、装備のサロ211型と、専務車消失のみ、装備のサロ210型とに分けて製造し、これを組み合わせて運用されている。これにより、サロ110型に対し定員が一列4名増の64名に増加している。シートピッチはこれまで、道理 970mm としたが、 車体が従来より広くなったことを生かして、通路幅 600mm を確保したまま座席幅を 475mm に広げ、背もたれはフリーストップ式とし、傾斜角度も従来よりやや大きくした。2階建てグリーン車登場後、アコモデーション格差解消のため、背面テーブル、中肘掛け取り付脚用の手すりが追加設置されている。導入当初、 東海道線の東京駅平塚駅間以外では、出演が可能であったため、ロングシート車を含む各車両に灰皿を設けていた。ロングシート車は、出入台の袖仕切り横と妻部に設置した。しかし、後の禁煙区間の拡大に伴い、グリーン車を含め全車禁煙となり、灰皿は撤去された。放置する2階建てグリーン車は、当初より禁煙車として登場したため、灰皿は、 最初から設置していない。JR 東日本では、1988年度から1991年度までに、基本編成8本80両と付属編成9本45両の、計125両を増備した。従来、ロングシート車は付属編成のみであったが、基本編成もロングシートの2000番台車とされた。国鉄製造分と比較し、JR 東日本加護の増備車では、 以下のような変更点がある。公置する3000番内の JR 東日本加護の増備車も同様である。グリーン車も定員増加を図るため、2階建てのサロ213.212型とされた。従来の編成は、平屋構造のサロ211系、サロ210系の組み合わせで連結していたが、新造の2階建てグリーン車と編成を組み替え、 14編成中12編成が2階建て車と平屋車をそれぞれ1両ずつ組み込んだ。0番台はサロ211系サロ212系の蘇生で、2000番台は後述の2編成を除き、サロ210系サロ213型の蘇生である。編成中の2階建て車両の連結位置を4号車に揃えるため、サロ210型は引き通しを引き換え、 サロ213型は引き同士を両、渡りで製造の上方向転換して蘇生している。1990年と1991年に増備された二編成は平屋グリーン車を申請するという総力の増強にならないことからグリーン車をサロ213系サロ212型で申請し、初めて2階建てグリーン車に医療連結となって登場した。 編成中のサロ213型は当初から正規の位置に連結されているため引き同士は片渡りとなっている。サロ213型のトイレはサロ211系の和式から同時期登場の651系に準じた洋式とされた。トイレ入り口のドアは当初は折戸式であったが後に外釣り式引き戸に改造された。近年優先席部分の吊り革を e 2 3 3系タイプのものに交換したほか、2008年秋頃より検査時などに張り替えるシートのモケット値を製造時の素黄色から青緑色の柄付きのものに変更している。2011年秋からは、多摩地車両センターに e 2 3、K、3系3 0 0 0万台の投入が開始され、同系列の増備に伴い2012年4月23日をもって、 同センター配置の本系列の定期運用を終了し、置き換えが完了した。また、置き換え完了後の同年5月12日13日には、東京駅伊豆急行線伊豆急下大機間で、営業運転終了を記念する団体臨時列車が運行された。名古屋築用登場時の雲波百十一から一現在の湘南色の JR 東海所属百十一慶霊番台。 C2 編成 JR 東海所属211系例、バンダイ C2 編成の車内国鉄民営化前年の1986年11月大夜改正時に、名古屋地区において117系を6両編成4両、編成化して、東海道本線快速列車の増発が実施された。この際、増発分の車両不足を補うため例バンダイ4両、編成日本8両が、 川崎重工業で製造された。民営化後は JR 東海に継承され、その後の増備が工日のロングシート車である五千番台車に移行したことから、JR 東海が所有する2 1 1系では8両のみ、セミクロスシート車となっている。また、雲葉2 1 1系0番台は、この2編成のみとなっている。登場当初は、東京地区用と異なり、 先頭車の電気連結器と自動解決装置が非設置で外装は東海地区のイメージカラーとした青色の帯に白のピンストライプを入れた独自カラーであった。その後、同車を引き継いだ JR 東海のコーポレートカラーがオレンジ色となったことから1988年に他社と同じオレンジ色と緑色の湘南式体に改められた。これと同時期に電気連結器と 自動解決装置も設置されている。サービス改善の検知から、車掌スイッチの取り付け位置の変更を行い、運転室背面窓の拡大を行った。全面方向膜は当初は、普通、快速などの種別表示のみだったが、1990年から普通列車中当時には行き先を表示するように変更された。1991年から、大が区く、 新寮区の五千番台車は、全面方向膜は、所帯が JR 東海タイプの所帯のものに変更された。例番台は、側面方向膜のみ変更され、全面方向膜は変更されなかったが、1998年に、全面も JR 東海タイプの所帯に変更された。1999年には、下記の側面方向膜の変更に伴い、 種別表示のみに変更された。1999年には、東海道本線に313系が大量増備され、高速ダイヤに移行したことから、最高速度を時速 120km 対応とする改造工事が施された。台車への溶断セ設置やブレーキの増圧対応工事のほか、側面行き先表示機も311系と同様の列車種別幕と、 行き先幕を別個にした方式のものに変更された。また、311K、313K の LED 式車内案内表示器を操作するための操作盤と、それを車掌が動作確認できるように LED 装置を乗務員室内に設置している。2000年には車内外の合車表示が取り外された。2005年にはバリアフリー化対応として、 ドアチャイムの取り付けと、区ハ210型への車椅子スペースの新設が行われた。前原側ボックス席を一組手挙の上、二人がかり、ロングシートを移設してその後への設置となっている。さらに終電装置をシングルアーム式のものに交換したほか、転落防止ホロの取り付け、すり手の増設も行われている。新生児は、診療電車区に配置されていたが、営業に供されるのは、 東海道本線のみで中央本線での運用は、出入陸階層のみにとどまったことから、1989年に大垣電車区に転出した。1989年7月の金山駅開業に伴うダイヤ改正では、同時に新設された新快速に311系や117系と共に、充当された。翌年のダイヤ改正で311系が、 増投入されたため、新快速運用からは1年弱で撤退したが、2000年から313、計5000番台の登場する2006年8月まで、土曜、休日の上り1本だけ新快速を担当した。2007年以降は、掛川駅、浜松駅、豊橋駅間の普通列車を中心に運用され、311系との並結運用も存在したが、 2011年3月ダイヤ改正では、豊橋駅、岡崎駅岐阜駅間、または大垣駅前原駅間の普通列車を中心に運用されるようになり、2006年以来5年ぶりに新海賊の運用が復活したが、豊橋駅等の運用は消滅した。なお、検査入場によるダイソーは311系にて行われていた。2011年9月に再度診療車両区に転、 廃され、関西本線の朝と夕方以降の列車に運用されるようになった。中央本線では早朝と夜間に、診療車両区への入出庫回送を兼ねた一洋服の運用が2014年3月改正まで存在したが、以降は診療車両区への回送列車のみ入線している。時速1 2 0トル運転に対応することから、 ダイソーには313系1000.1100番台が使用されるが、313系が検査離脱でダイソーできない場合は211系5000番台が使用される。JR 東海では2010年から2012年にかけて313系が増備され、国鉄時代に製造された117系などを代替したが、同じく国鉄時代に製造された。 本番台は2020年1月現在でも継続して使用されている。本番台を含めた211系は将来的には2020年に開発が始まる315系により置き換えられる予定である。211系3000番台0.2000番台を基本に東北線と高崎線の使用に配慮した歓迎地使用車で 115系比例防車の置き換えようとして登場した。1000番台はセミクロスシート車、3000番台はロングシート車で共にスノープラウ、大切ブレーキ、半自動ドア、レールヒーターなどの体感大切装備がなされている。前述の0.2000番台より早い1986年2月18日から営業運転を開始した。編成は 東海道専用0.2000番台と異なり普通車のみの5両編成で10003000番台とも同じである。国鉄時代にはセミクロスシート車1000番台11本55両とロングシート車3000番台22本110両の計165両が製造され民営化後は東海道専用と同様にロングシートの3000番台のみが 1991年までに40本200両が増備されている。国鉄時代には1000番台1本プラス3000番台2本で15両編成を組むように計画されたため1000番台と3000番台の運用も分けられていたが民営化後は共通運用となった。なお2000番台と同様運転席背後の仕切り窓、荷物棚、吊り革などに製造年次による変化がある。 新生配置は1000番台が全車両新米橋電車区で3000番台は当初くもは211系、もは210系、くは210系の車番3001から3046が新米橋電車区3047から3062が小山電車区配置であったが2000年から E231 系が小山電車区に新生配置になったことにより 同年12月に新前橋区に配置が集約されている。そのため、上野駅発着列車では、宇都宮線列車よりも高崎線列車の運用の方が多かった。優先席の吊り革は、全編成で E233 系タイプのものに交換済みである。0.2000番台と同様に、2008年秋頃より、モケット地を スオー色から青緑色に交換しているほか、順次 PS33E 型シングルアーム式パンタグラフへの取り替え及び増設が行われた。前述した田町車両センターに続いて、2012年度に高崎車両センター向けにも E233 系3000番台250両が投入された。また、宇都宮線小金井駅黒磯駅間での5両編成での運用は、 2013年8月24日から運用を開始した2 0 5系6 0 0番台の転入により置き換えが行われた。2013年3月16日のダイヤ改正で宇都宮線上野口の運用を終え、翌2014年3月15日のダイヤ改正で高崎線での運用からも撤退した。また、同年3月24日をもって宇都宮線小金井駅黒磯駅間での 末端運用も終了した。さらに、宇都宮線と両毛線の直通列車に往復のうち、宇都宮線小山駅黒磯駅間の一往復の運用は2017年3月3日、小山駅宇都宮駅間の一往復の運用は2019年3月16日のダイヤ改正で廃止されたため、宇都宮線での定期運用は消滅した。1988年に登場した JR。 東海使用車である。2M3T を基本とする JR 東日本の0.2000番台などとは異なり、4両、または3両を基本とする電動車比率の高い、編成となっている。外要名古屋、静岡都市圏で使用されることから、ラッシュ対策のため、座席はオールロングシートとし、当初はトイレをすべて省略した。また室内からの展望に配慮して、 全面貫通扉と運転室助手席側の窓を下方に拡大した。室内は上高扉の客室側を化粧板仕上げとし、床式物も暖色系の2色とした。電動車では床面の主電動機点検外を省略したことと、主電動機の冷却ファン形状を変更したことにより、車内の静粛性を高めたほか、座席は0.2000番台などに比べてクッション材を厚く、 奥行きを深く変更したことで、座り心地の向上を図っている。網棚は、パイプ棚となっている。なお、電気連結器、自動解決装置の装備に伴い、ジャンパ連結器が省略されたことから、前頭部のスカート形状が、同車所有の例番台と異なる。また、各車両両端4つのドアにはドア締め切り表示等が、設置され長時間停車時など、ドアカット時に表示する。 車体側面には、車外放送用スピーカーが設置されており、車掌がボタンを押しながら、マイクを使用すると放送が可能な仕組みになっている。台車は、ボルスタレス台車であることは同じであるが、国鉄時代製造分と異なり、牽引装置が積層ゴム式から、Z リンク式に変更され、形式名称が CD、CDT56CTR241 に改められている。 補助電源は、従来車の参照、交流 440V から直流 600V とした、ことから、従来車のブラシレス電動発電機に代わって、DC、DC コンバータを採用し、冷房装置も DC、DC コンバータから供給される、直流電源による、インバータ制御方式の集約分散式 CAU711DG1K2 機に変更された。 除湿機能も付加されている。1988年から1991年までに、クモハ211系77両、モハ210系68両、クハ210系77両、サハ211系20両の百242両が製造された。長期にわたって製造されたため、仕様変更も多く、1時車から4時車までに分類される。 一時車1988年7月に4連4本、3連6本の計34両が新両電車区に投入され、中央本線で運用を開始した。側面行き先表示器は、幕式でなく、正メンテナンスを考慮した LED 式になった。一段表示のため表示窓の点値が低くなり、幕板部の飾り帯と同じ高さとなったのが特徴である。そのため、 日本語と英語を同時に表示することができず、両語が交互に表示される。4連は快速運用にも充当された。二次車老朽化した103系電車や113系電車の置き換え及び列車増発、編成増強のため1988年11月から1989年3月までに4連16本、3連11本の計97両が新両電車区に、 3連11本の計33両が大垣電車区に投入された。これにより、東海道本線での運用も開始された。一時車の LED 式の側面行き先表示器は、視認性に難があったため、本、次車からは、天地寸法はそのままで、幕式に変更された。またコンプレッサーは、容量の大きいものに変更された。なお、 サハ211系の増備と雲モハ211系5000番台の増備は2次車で終了となる。3次車静岡地区への投入も始まり、1989年7月に3連17本が製造されたが、今回の増備車では新しい区分番台が起こされた。1.2次車では短距離運用が主体であることから、トイレを省略していたが、車両の増備に伴い中央本線での 快速運用が増加した。このため、長距離利用客からトイレがないことへの不満が続出し、区派210型にトイレを設置した5300番台が登場した。同時に雲派211型にも、京商建築限界トンネルの存在する、中央本線中津川以北や美信線への入線に、備え、屋根の一部をわずかに切り下げ、京商建築限界トンネル対策パンタグラフし、 PS24A 型を装備した5600番台が登場した。まず3連6本が新寮電車区に投入され、1.2次車の4連から左派を抜き取り、それを組み込むことで4連化した。残る11本は新寮区に区派210系5300番台が必要であったこと、静岡地区投入者に ミノ線の運用を考慮したクモハ211系5600番台が必要だったことから、新領区の二次車4連11本のクハ210系5000番台と、申請者のクハ210系5300番台と差し替えた。差し替えられたクハ210系5000番台は、クモハ211系5600番台を含むユニットと3連を構成し、静岡区に投入された。 この編成変更で5000番台系列発の転属車が発生した。二次車からの変更点は、側面方向膜が膜式のまま電池寸法が拡大されたほか、将来の最高速度を時速 120km 対応を考慮して、増圧ブレーキを準備工事とした点である。区波210系5300番台は、トイレ部分の明かり窓を廃止し、 便所対面側の座席は211系2000番台同様に、背もたれはロングシートと同じ高さのクロスシートとした。4次車1990年3月に雲派211系5600番台と区派210系5300番台車を含む3連3本が、新両電車区に投入された。トイレなしで残っていた1次車4連3本から左派を抜き取り、 それを組み込むことで4連化した。この増備で、新寮区の4連は、すべて区派210系5300番台車組み込みのトイレ付きとなった。さらに、静岡畜造備車として、新区分番台、1M 使用車であるクモ派211系6000番台が登場している。CCS59A 型主制御機や、CMT64 型主電動機を搭載するなど、 走行装置は213系5000番台と、同仕様であり2両編成での運転が可能となった。なおトイレは2連のため省略となり、区波210系5000番台の連番で申請された。2連3本が静岡運転所に配置され、輸送力増強用として、御殿場線に投入された。三次車からの変更点は、先頭車助手席側上部の列車番号表示器を当初から省略して、 社外スピーカーの取り付け位置が窓間の吹き寄せから冷房装置、着せないに変更された。そのため冷房装置は側面のスリット形状が変更された CAU711DG4 型に変更になった。側面方向膜はサイズは3次車と同様だったが膜の所体が JR 東海タイプの所体に変更された。また 211K6000 番台については 客室内貫通扉が213系5000番台や311系と同様の窓面積が大きいタイプに変更された。1991年3月には6000番台造備車が2連6本が静岡運転所に投入された。この造備車では、側窓が一部を除いて固定式に変更されている。なお、6000番台は、五典馬線での運用に適さず、 今回の増備車とともに全車が、東海道線での運用中心に変更された。編成申請後の、主な動き申請後の主な改造例、バンダイグリーン車の改造工術の転用改造により、例バンダイグリーン車4形式が改造された。なお、これらの車両にはすべてグリーン車、追加システム導入に伴う R、W が座席上に取り付けられている。 113系2階建てグリーン車の改造編入工術の置換へ及び転用により113系2階建てグリーン車の2形式が211系へ改造編入された。全車ブレーキ構造を113系から211系のものに変更する改造施行されている。これらの車両にもすべてグリーン車、追加システム導入に伴うリーダー、ライターが座席の上に取り付けられている。 東海道専用グリーン車の置換へ2004年10月から2006年3月にかけて東海道線で運用されていた構図車両センター所属の113系が E231 系に置き換えられるのに伴い211系仕様で製造され113系に組み込まれていた2階建てグリーン車34両を211系に改造編入することとなった。 平屋車を併用していた東海道専用グリーン車は、グリーン車をすべて2階建て車に置き換えることとして、2階建てグリーン三34両のうち24両を東海道専用に改造編入した。また、平屋車とそれとペアを組む2階建て車12組24両を捻出し、残りの10両とともに、宇都宮線、高崎線に転用することとした。また、百十三系が、 すべて e 二百三十一系に置き換えられた二千六年三月十八日のダイヤ改正から東海道線、伊東線でもグリーン車、追加システムが運用開始となることから、それに対応するための改造も実施されている。なお、後に申請されたサロ二百十三系サロ二百十二系の二組四両に動きはなく、グリーン車、追加システム対応改造を施して、 東海道線東京口で引き続き運用された。グリーン車の宇都宮線、高崎線への転用2階建てグリーン車組込み後の211系3000番台基本新編成前日の東海道、専用211系グリーン車の全面2階建て化によって、捻出される平屋プラス2階建ての12組24両と、 東海道線で運用していた113系の E231 系への置き換えに伴って、余剰となる、サロ125系一両サロ124型9両を活用し、宇都宮線、高崎専用211系にもグリーン車を連結することとなった。これにより、5両編成を2本合わせて、左派2両を抜き、グリーン車2両を両編成の向かい合う。 戦闘車間に連結するという蘇生変更を行った。これは貫通編成時に編成を丸ごと方向転換する必要があること211系の場合普通車の付随車であるサハにはトイレ未設置であり貫通編成にした場合にサハイのトイレ設置工事が必要なことなどによる。クリーン車の組み込みは3000三台34本を使用して行われ、 2006年9月まで20両、基本編成17本が蘇生された。登場当初は、乗務員室に、従来の編成番号札も存置したまま新たな、編成番号札を追加したが、全17編成が出揃ったことから、従来の編成番号札は取り外された。当初は、1000番台も使用して、蘇生変更が行われる予定であったが、1編成あたりの定員に差が出ることや、 後日の E231 系投入計画の変更に伴い、暴走地区への転出が予定されることから、蘇生変更の予定はなくなった。1000番台は付属編成として使用された。E231 系のグリーン車に導入しているものと同じグリーン車、スイカシステムを導入するため、全座席の上部にスイカをタッチするためのリーダー、ライターも設置された。 グリーン車組み込みにより編成から外され、余剰となった佐波211系3000番台34両は、全車廃車となり、2006年5月30日に4両、6月14日に6両、7月9日23日と8月8日に、それぞれ8両ずつが、長野総合車両センターへ改装され、その後解体が行われた。なお、長野総合車両センターに留置しきれなかった車両は、 長野駅の留置線や、北長野駅の側線、豊野駅の中線に留置された。廃車、解体された佐二211系3000番台は、以下の通りである。113系2階建てグリーン車34両を改造編入し、蒸気の佐三34両を廃車したため、蘇生変更の前後で211系の総量数に変化はなかった。なお、同じ頃に、 両毛線前橋駅前橋大島駅間で踏切事故に遭い、側面が大破した区波210-3013の復旧に際し、廃車となった佐波211系の車体の一部分を切り取り再利用している。暴走地区向けの211系3000番台2006年3月、JR 東日本は宇都宮線、高崎線の上野駅発着列車のグリーン車。 連結率を100%にすることを決定した。上記の組み込みを完了しただけでは80%程度であったため、7月までに E231 系基本編成8本80両と付属編成6本30両の計110両を追加投入し、211系のグリーン車引組み込み、編成を置き換えた。前述のようにグリーン車組み込みは10両基本編成17本が、 蘇生されることとなり、3000番台34本を使用して行われた。これに付属編成分として17本が残されたため、残る110両分を E231 系の投入によって捻出。これらの編成のうち70両は、海岸戦争予想行支援外による腐食などが進んでいる暴走地区各線の113系の置き換えようとして、 幕張車両センターに転用することになった。残りの40両は、宇都宮線、高崎線の輸送力増強分に振り向けられた。2006年7月ダイヤ改正では、上野口の15両を運用が増加したため、宇都宮駅黒磯駅間で運用されていた E231 系5両運用が211系5両運用に変更された。転用編成は、全面種別表示器を、 LED から幕式への復元と車体イ色を変更した上で大宮総合車両センターなどから2006年8月以降順次出場した幕張車両センター所属の113系の車体色や鎌倉車両センター所属の E217 系の帯色であるクリーム1号と青15号のツートンカラーとは違い255系 E257K500 番台と同色の黄色に薄い青の暴走色とされた。編成番号はまり401の414と不満され2006年10月21日から運用を開始した。路線カラーによる行き先表示は113系が行き先なのに対し211系は先頭車全面上部が路線を、側面上部には路線を上に、 行き先を下に表示していた。転用後も、半自動ドアスイッチは残されたままであり、2006年12月2日からは、千葉駅や蘇我駅を除き、駅での停車時間が5分以上ある場合に、扉横の半自動ドアスイッチの通年使用が行われていた。2007年11月から一部編成で、終電効率を上げる目的でパンタグラフを2機に増設する改造が行われた。 増設されたパンタグラフは、シングルアーム式の PS35C 型となっており、前後で異なる形態となった。この2機パンタグラフ化に使用されたパンタグラフは、中央線で活躍していた201系の廃車発生品である。この改造はマリ402マリ410-9、編成に行われ、改造後はマリ501マリ509に、編成番号が変更された。また、 パンタグラフ増設改造の対象外となったマリ401-411-414はそれぞれマリ401-405-408に変更された。その後2008年2月からマリ403編成を皮切りに半自動扉スイッチが E233 系タイプに交換された。この暴走蓄転用車は京浜東北。 根岸線から転用される209系2000.2100番台の導入拡大により2013年3月16日ダイヤ改正をもって運転を終了した。田町所属車の配給輸送田町車両センター及び高崎車両センター所属の本系列は2011年度から増備が再開された E233 系3000番台によって置き換えが進められた。 これは2015年3月の上野東京ライン開業に向けた措置である。田町車両センター所属者は2012年4月23日をもって定期運用を終了した。高崎車両センター所属者についても e 2 3 3十3 0 0 0番台を基本編成17編成、付属編成16編成投入して置き換えを進め2013年3月15日をもって 宇都宮線上野口の定期運用を終了。2014年3月14日をもって、高崎線での定期運用も終了し、定期運用は両毛線のみとなっていた。置き換えられた車両のうち、グリーン車は2014年12月までに全廃。他の付随車も廃車が進められる一方、電動車、制御車は長野地区や高崎地区ローカル運用に転用されている。 運用を開始した2 1 1系3 0 0 0番台、長野色2013年3月16日のダイヤ改正より多線区で余剰になった一部編成が、長野支社管内で既存車両の一部を置き換える形で営業運転を開始すると発表された。2012年6月以降、元幕張車両センター所属及び元高崎車両センター所属の一部車両が順次、 長野総合車両センターへ転属している。老朽化が顕著な115系を投打するため、2013年3月15日には、ダイヤ改正に先駆けて、大井都線で営業運転に投入された。2014年3月以降の運用範囲は、中央本線、篠ノ井線、新越本線、飯田線へも拡大している。また、2014年6月以降は、 中央本線と立川駅まで運用を拡大している。JR 東日本所属車は、前述のグリーン車置き換え及び、組み込みが終了してから、乗務員室にデジタル無線対応工事が順次施行された。これは1986年から各車両に搭載されている列車無線装置が、老朽取り替えの時期を迎えたことと、特に首都圏では、大雪や雷雨などの際に、 全線区一斉の情報連絡や、指令伝達を実施するなど高い利用率となっており、指令通話回線の増強に迫られたためである。また、列車 CM 運行業務の充実を図るため、指令通告、助行区間情報、車両機器状態監視等の列車、地上間のデータ通信需要も拡大していることから、それらを可能とする無線システムへの変更を目的として設置している。 この搭載工事が施行された車両では、乗務員室の天井付近2カ所から装置の入った箱が客室側網棚の上へ張り出しているのが特徴である。また、運転台にはデジタル無線対応済みと表記されたシールが重複されており、小型の簡易モニタ装置を設置している。高崎車両センターのグリーン車と連結している先頭車では、3号車の雲二百十一型には、 デジタル無線が設置されていなかったが、6号車の区派210型には設置されていた。東海道線、宇都宮線、高崎線に連結されていた211、軽グリーン車の組み合わせは、初期のものを含めて大きく分けると、以下の4通りが存在した。なお、すべて全車が5号車で後車が4号車である。また、田町は、旧田町車両センター所属の略、高崎は、 高崎車両センター所属の略である。長野総合車両センター N307 編成と C 編成 A 編成2本を用いた重量編成 A31 編成等機関にパンタで運転される両毛線運用車。5両編成から3両編成に組成された編成東京総合車両センター幕張車両センター総部本位線で運用されていた211 経緯化は2018年4月1日時点での状況である。投入開始以来、ロングシートの収容力を生かし、使用各線の主力車両となっていたが、2006年10月1日のダイヤ改正で、東海道本線名古屋地区で使用されていた、大垣車両区の3両編成20本が、同車両区の313系の増備を呼び、 静岡車両区の113系や115系を置き換えるため、同年10月中に一部を除き、静岡車両区へ転属し、静岡地区で313系と共に使用されている。診療車両区計52編成シングルアーム型、パンタグラフ乾燥五臨時列車 JR 西日本が1988年4月10日の、本市美三線茶屋町駅宇多津駅間の開業時に、 申請した団体、イベント用の車両で、快速、マリンライナー用のグリーン車黒212型と、同仕用の3両編成である。車体体はピンクと青で、スーパーサルーン、夢地用として3両編成1本が在籍していた。瀬戸大橋線開業時には、当時の交代し、交代し被負債を乗せて走行した実績がある。快速、 マリンライナー用の電動車は 1M 方式の213系であるが、この編成は普通構成車体で、しかも重量増加のため、電動車はユニット方式の211系となった。またこの編成は JR 西日本の直流電化区間の全線運用を可能にするため、体幹大雪構造及び最高運転速度が時速 120km とされており、 編成を組む黒212型は1000番台として区別されている。なお、1997年3月に全車リニューアル工事が施行されている。ただし外装はそのままである。1988年度グッドデザイン商品に選定された。新生児から岡山電車区所属の213系に等編成をくもろもろ 黒に分割の上組み込んで使用されることもあった。なお、JR 西日本では221系を製造したため、本形式は、夢児のみ製造して、一般車は作られなかった。2003年9月30日まで快速、マリンライナーとして、岡山駅高松駅間で使用されていたが、2003年10月1日に、快速、 マリンライナーが 213K から2 2 3十5 0 0 0番台及び四国旅客鉄道の5000系に置き換えられ、213K 及び有名人編成による快速マリンライナーの運用が終了した。その後は岡山電車区に所属し団体専用列車などに使用され、特に毎年元日には岡山駅こと平駅間でコンピラ初日の出こ コンピラ発毛で号として運転された。2010年3月7日に、岡山駅大野浦駅間で実施されたさよなら、運転、ファイナルランさよなら。スーパーサルーン有名児号での運用をもって、営業運転を終了し、同年4月14日に、スイタ工場に改装され、同年6月30日付で廃車となった。ありがとうございます。